まずは深呼吸。呼吸を整え、運動を行う準備をしましょう。脂肪分解ポーズをゆっくりと左右2回ずつ。体を温めるストレッチの効果があります。呼吸をしながらゆっくり上半身を伸ばしましょう。腕を波のように動かし、上半身の側面をしっかり伸ばして、基礎代謝を向上させる筋トレの効果があります。曲げている膝がつま先より前に出ないように注意しましょう。腰を8の字に。特に大腿部の筋や大腰筋を鍛えます。そして腰をローリング。体を大きく動かしましょう。楽しくリズミカルに全身のひねり運動。有酸素運動の効果があります。そしてもう一度深呼吸。呼吸を整え、次の準備をします。脂肪分解ポーズを早いテンポで左右4回ずつ。脂肪を燃焼させる有酸素運動の効果があります。素早く行う分、息を止めないように注意しましょう。スクワットで巻き終わるように腕を上下に振り下ろして、筋肉を鍛える効果を得るためにはできるだけ動作をゆっくりと行いましょう。アルファベットの S を描くように全身をアップダウンアップ。ストレッチや筋トレで大腿部や大臀部を鍛えます。頑張って脂肪を分解しているお腹を優しくさすって、ラストはお腹に S マーク。お疲れ様でした。